こんにちは、日野です。今回はですね、最近僕自身が非常にこうマイブームというものがありまして、それがマコモなんですね。で、このマコモの凄さっていうのに今すごくハマってるんですけれども、このマコモを取ることで体がすごく、その日あるいはその次の日ぐらいからもうすごく体が軽くて、何なんだこの軽さはっていうぐらいすごくいい調子が続いてるんですけれども、でこれはただのマコモを、カットして煎じてお茶にしたっていうものではなくて、マコモをですね、こう特殊なマコモ菌っていうもので、培養というか発酵させて、それを全く新たなマコモとして蘇生させたマコモなんですね。でこれは株式会社リバーブさんっていうところの、特殊なもう、そこしかない技術を使って、マコモを蘇生させている、発酵させて新たなマコモに進化させたマコモになっているわけです。ですから、パワーが通常のマコモとはやっぱ全然違うっていうのを、なんとなく僕自身も感じているんですね。でそのマコモっていうのが、これはまた別途ご紹介できればと思うんですけども、いくつか種類があって、その最高級のやつがマコモレジェンドっていうものになります。でこれを今取っていってみてるんですけれども、これにも使われているその発酵液、マコモの発酵液っていうのがあります。でこの発酵液をそのまま商品化したものがありまして、これがスサの恵みっていうものとして出てきてます。でこれは水を一滴も使わずに、マコモのその発酵液プラス、あと、ヒマラヤ岩塩、その風化害のカルシウムとか、ヒマラヤ岩塩を使った非常にこう還元力の高いお塩があるんですけど、それを、使ったぐらいで、もう本当にシンプルなものなんですね。そのマコモ発酵液、ほとんど、主成分はマコモ発酵液になります。でそれで作ることによって、正直言うと、危険なというか、ものすごくパワーのある、パワーがありすぎて危険な水っていうのか、そういうものになってます。でちょっとあまり詳しく言えない部分はあるんですけれども、ずっと封印されていた水が、発酵液が、40年ぶりぐらいに復活して封印が解かれて、そして出てきた水なんですね。だから非常に、知る人ぞ知るというのか、本当にすごいパワーを持った水だなっていうことを、ちょっといろいろ裏話を聞いて感じたんですけども、そのスサの恵みっていうもので、これは一応雑貨として出てきますので、出ておりますので、使い方としては、その空間の浄化とか、それから自分のこう皮膚にかけたりとか、そういう形で使ってみてください。でまずその空間の浄化力っていうのがものすごくあるっていうことですよね。これを吹きかけると、これだけで空間がもう浄化される。そして、変な話なんですけども、霊的なものに対してもこう払う効果がすごくあるということで、まるでその神社の結界の中にいるような、状態になるっていうことなんですね。イメージとして本当神社の、正常な空気、正常な雰囲気になる、そして結界が張られたような、正常な空間になるっていうものですよね。ですから、例えばこう宿泊先に行った時のホテルの部屋にとか、あと、レンタカーを借りてその車の中の空間にとか、もちろん自分が毎日乗っている車の空間を、いい状態にするっていうのもいいでしょうし、この普段いる部屋とか、あるいは、そのいろんな寝室でとか、いろんな部屋でも使っていただけますので、この一振り、こう空間にするだけで、神社にいるような正常な雰囲気、空間にしてくれると、そして調和安定の取れた空間にしてくれるっていうのが一番のポイントだと思います。でこれをこう吹きかけると、もちろんね、人体にかかってもいいですので、していただくと、僕自身はもうこれだけで、すごく頭上からエネルギーを感じるんですね。その僕自身はこう頭上からのエネルギーっていうのがどっちかというと敏感なのでわかるんですけれども、すごく頭上がピリピリするというのか、こうエネルギーがジンジンしてくるっていうのが実際これをかけると感じるので、すごいなんかパワーがあるなっていうのを一つ感じました。これは実際こう目に見えないので伝えるのが難しいんですけれども、それともう一つは、ついこの間、本当に先日なんですけれども、この手のところをピッと、なんか多分紙で、こう切ったと思うんですけれども、気づいたら、ここが手のところが切れてて、でヒリヒリ、なんかするなと思ってみたら切れてたということで、その時にこちらを
ふと思い出してね、これいいんじゃないかなと思ってつけてパッパッとしてみたら、そしたら不思議ともう本当に1分2分しないうちに痛みがピタッと止まったんですね。で気づいたら痛みがあれ痛みさっきあった痛みがヒリヒリしてたのがないと、全然ないと、あすごいなっていうことを思ったんですよ。で次の日になってから、またちょっと若干痛みがピリピリした時があったので、その時にもう一度これをシュッと吹きかけてしたら、また同時にねもう 1,2 分経たないうちに痛みがピタッと止まって、でそれからもう全然痛みが、ない状態です。だから、なんかこう傷とかそういう修復にもこれ実はすごくいいんじゃないかなっていうのをね、この自分の体験から、思いました。でお肌、顔とかにすることで皮膚の状態、これマコモの菌ですから皮膚の状態も非常にいい、菌に覆われていい状態になっていくというものに、思いますので、そういう使い方もいいでしょうし、まあ、いろんな自分のアイデアで使っていただけるんじゃないかなと思います。一つは一番はまあ空間に使っていただくことで、まあ、神社のような正常な空間にしていただく効果があるんじゃないかなっていうことで、まあ、ぜひねこのマコモの発酵液を使ったスサの恵みという商品、かなり、まあ、正直言うと強力な、お水というのか発酵液になっています。タイプはこちらの 100ml のサイズとこちらの 50ml のサイズ、そしてもう一つもうもっとねたくさん使いたいという方は詰め替え用の袋がありますので、そちらの方を、うまくね使っていただければなということを思います。ということで今回は、以上になります。ありがとうございます。